着いた。日本が世界に誇るスタジアム、みんないっぱい来てや。ああ、ありがとうございます。いや、はい、1週間かけて昨日東京からですね、はい、明日に着きまして、着きましたね。明くる日湘南戦の試合当日ということで、当日、はい、明日に行きました。今日はリーグのもう最終戦、今年最後のガンバの試合な、親友に発表もあります。そうですね、お客さんもめちゃめちゃ多いっす。多いっすね。で、まあ、湘南側はちょっと残留争いと今あった中で、うん、はい、まあ本気で来るでしょうね。死ぬ気なんで、なんとかガンバも、うん、気を見える試合を確かにね期待したいけど、うん、それでですね、ちょっと僕もともとチケットを勝手にでも出たんですけど、はい、僕らのことをちょっと気遣っていただいた方が、はい、お疲れ様ということで、はい、すごい、はい、あの方ですね今多分社名のロゴ出てますね見てる人には分かると思いますけれども、ありがたいですね、ご厚意で、はい、いただきました。いただいた、はい、ゆっくり見させていただきます。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、はい、村瀬さんにね、はい、来てすぐインタビューを俺に出せと志願した宇多田社員。うわー、お久しぶりです。お久しぶりです。その友達です。友達、あー、お久しぶり、あ、初めまして。なんか言いたいことあった出せと言うた代わりにマジでお疲れ様ありがとう、ね、シンプルにありがとう、嬉しいわ。前ね、ダービーの日にチケットないのに、ね、わざわざ俺らに、そうやんな、そう、会いに来てくれ て, くれてな、前紹介した旗ですね。はいはい、はい、あ、でっかいな大旗ね。よかったら見つけてください。もちろんもちろん見つける。写真撮るわ彼女とは順調ですか。あ、来ましたね。来ましたね。あれ、それ待ってたそれ、それに日え、ちょっと聞かせてもらおうかな。じゃあ、お察しの通り元気出せ頑張れ。知らんかったんかい。知らんかったんかい。友達やろ。なんでやねん。誰にも言ってない。言ってないんかい。それなんでなん、理由は。やっぱり方向性の違い。いや、頑張れ。バンドか。バンドやないか、それは。まあまあまあ。19歳 ?19。19か。うん。ほなね。な、こんなもんな。人間を成長させてくれるのは恋愛やからな。いやいやいや、いつからそういうスタンス。また立派になればいい。立派になっていく。今後の人生の過程になるからね。あ、そう。いやいやいや。そんなへこまんと、ね、まあ、今日で彼女作ろう。じゃあ確かに、うん、いくパパチャンネルで彼女作ろう、うん、募集しといていいか。出会い系チャンネル、あ、じゃあ募集しといて、お願いしますいやいや、そこ便乗するパターンあるんやじゃあこの2人に、はい、興味ある女性の方、はい、はい、あの、ぜひあのオフィシャルまで待ってますんで、あの、シオンさんでも全然大丈夫。いやいや、シオンさんでも大丈夫言い方言い方だけだ。シオンさんでお願いしますやな。シオンさんでお願いしますシオンさんに伝えておきます、はい、また来年ね、はい、スタジアムで多分シオンちゃん来た時に、うん、公開告白タイム設けるんで。あ、設けますね。それまたよろしくお願いしますガンバのこと一切聞いてないけど大丈夫。あ、冷やしてきた。冷やしてきた、冷やしてきた、めちゃめちゃキューピーコアゴールドゼロ、疲労回復、キューピーコアアルファ、アリダミン、うん、セブン、出てきすぎや以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。栄養ドリンク、栄養ドリンク4本、これは助かるわ、本当に助かります。すぐ飲むわ。はい、ありがとう。飲み干します。ありがとうございます。はい、ちぃちゃんです。はい、あ、どうもどうも。顔さしてね、慣れてきてるな。慣れてきてんのやめろ、カメラに。初々しくあれ、受験が終わったね。はい、とりあえず1回目は発表はまだやけど、発表まだですね、まあ、勉強する日は終わって、はい、一旦。え、いつわかんの結果は。明後日。明後日月曜日です。あ、めちゃめちゃもう近々やん。はい、受かってほしいな。手応えだった受験の。いやー、ちょっとね、ちょっとね、微妙なところであって、めちゃめちゃ愉快なサングラスしてるからこれで落ちたら笑いもんやで。イケてるやつのサングラスやで見てた、この旅は。見てくれてた。ちょっとだけ、大人気かい見とけ、張り付いて見ろ終わったんちゃうんかいまあ、対談が出たな。はい、ね、リリース、ちょっときついっすよね。うん、チアゴおらんかったわ。一番きつい、もう終わりですよね。チアゴいなくなったらあ、こっちがガンバはあれやけど、一発は終わる、はい、チアゴの企画、うん、週2回ぐらいあったからな。ちょっとやばいな。シオンしか頼れない。やめとけや、やめとけはっきり言うな、あんまり言うな最後ね、楽しもうか。はい、俺も久しぶりに、もう久しぶりに話してきたから、うん、ちぃちゃんまた出てください、話す。
とですね、はい、ちょっとオールドワールドでいます、はい、このね、この僕には分かります内容は分かりませんが、内容分かんないでしょ、え、うわ、うわ、え、うさみだ、うさみや、かっこいい、かけー、でもう一個入ってる、え、2020年、はい、結構カレンダー、ええ作ったの、うん、いや、ありがとうございます、すげえ、一点ものの、一点ものの、ありがとうございます、ありがとうございます、かっこよ、かっこいい、これちょっとまたお部屋飾らせてください、本当にまた、ありがとうございます、まあいろいろね、ちょっともらったものとかに関してはちょっとまた東京帰ってから、いっぱいもらいました、はい、いっぱい、本当すごいですね、ほんまに皆さん、もう本当にすごい量、ありがとうございます、はい、また紹介に一個一個でもさせてもらいたいと思いますね、はい、今日は、え、応援しまくってね、買って、はい、最後締めたいと思います、はい、行ってきます、行ってきます、お疲れ様でした、お疲れ様でした、終わりました、 G 大阪いや、テレビみたいな言い方っすな、やめろ、いや違う違う、生配信秒になってるゼロ対ゼロや、はい、ゼロ対ゼロや、ゼロ対ゼロや、引き分けや、その喋り方抜けへんからと終わりやで、何回も見た試合展開、せっかく1週間かけて、うん、パナスタ来て、うん、ゴール見たかったけど、うん、これがイクパッパやな、いや、これがガンバや、これがガンバやな、うん、それしゃあない、まあ、まあね、試合はずずでしたけども、うん、まあとりあえず1年間お疲れ様でございました、お疲れ様でした、本当にね、選手の皆様、もうスタッフの皆様、ね、関係者、スポンサーの皆様、関係者の皆様、そしてサポーターも、お疲れ様でした、お疲れ様でした、いろいろ、はい、セレモニーも見て、うん、ね、松並さんのインタビューも聞いて、ね、宮田源太のインタビューも聞いて ね、ほんまにまあ残留決めといてよかった、残留できてよかったな、ほんま辛いシーズンやったけど、ほんまにそう、うん、まあ来年からはな、うん、ほんまに優勝争いしてほしいマジで、いやほんまな、うん、毎試合ワクワクしたいから、そうやな、もう期待したい、はい、でちょっと、ええ、このチャンネルとして言われとかなあかんけど、ああ、なんやキム・ヨンゴン、うん、ほんまやな、ユージ、うん、そしてティアゴ・アウェス、ティアゴ、ありがとうございました、ありがとうございました、ティアゴちゃん、特にティアゴ、ありがとうございました、本当にお疲れ様でした、お疲れ様でした、また来年もね、もし J にいるなら、はい、応援したいと思います、そうですね、見に行ったりとかしたいんで、はい、来年からまたもっと応援して、そうね、ちょっとでも上行ける、うん、みんなで頑張りましょう、頑張ったら増えたらいいね、はい、ありがとうございました、ほなまた、じゃあな